ベスティーボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日 BE:FIRST 公式 YouTube チャンネルよりサードシングルリリースの情報が公開されました。鶴さんの BMSG ボーカルルーム、本日2月20日なんですけれども、今日の午前中にですね、 BE:FIRST のコミュニティより2023年4月26日にですね、サードシングルがリリースされると。これはベスティーにとってめちゃくちゃ嬉しい情報ですよね。それでサードシングル、あれ？サードシングル？みたいな、まだサード？みたいな感じに思う方たくさんいると思うんですけれども、実際にシングルとして今までリリースされたのはデビュー曲のギフテッド、そしてバイグッバイ、この2曲だけなんですね。なので今回のサードシングルはベースティーのみんながですね、待ちに待った情報だと思います。そして4月26日この日はですね、 BE:FIRST にとってもとっても大切な日です。この日は BE:FIRST のメンバー涼希の誕生日なんですね。涼希の誕生日にサードシングルがリリース、これは BE:FIRST にとってもベースティーにとってもものすごくハッピーな日になること間違いなしですよね。早く4月にならないかなっていう気持ちでいっぱいです。それでサードシングル、どんな曲になるのかなっていうふうにですね、ちょっと考えていきたいと思うんですけれども、まず1曲目のデビュー曲ギフテッドはかなりこうゴージャスでスケールの広い曲、そしてセカンドのバイグッバイはキャッチーで耳にスッと入ってくる、聴きやすくて耳に残るメロディーで、ここでサードシングルどんな曲調なのか、僕の予想ではですね、ラブバラードが来るんじゃないかなというふうに思います。結構いろんなアーティストを見てるとですね、デビューしてから3枚目のシングルでバラード曲を持ってくるのが非常に多いんですね。なので BE:FIRST はですね、ラブバラード、コテコテのラブバラードが来るんじゃないかなというふうに思います。そして先日公開されたブンブンバック、いろんな情報をですね調べてる時に結構言ってる方が多かったんですけど、サードシングルのカップリングに入るのがブンブンバックなんじゃないか、そういうふうにですね考察してる人が非常に多かったですね。なので2月のタイミングでブンブンバックを公開することによって、その勢いのままですねサードシングルリリースという流れになるのかなというふうに僕も思います。そしてこちらの写真、渋谷駅にある看板なんですけれども、 BE:FIRST、 こちらの写真が CD ジャケットの写真として使われるんじゃないかというふうな情報もですね結構いろんな方が言ってまして、なるほどなっていうふうに思いましたね。で、この写真の雰囲気から考えると、やっぱりアップテンポな曲じゃない。どちらかと言ったらしっとり聴けるような感じの曲調をイメージさせるような写真の雰囲気ですよね。なので、サードシングルはラブバラードが来るんじゃないかなというふうに思います。ただ今回のは僕の予想なので、実際にサードシングルがどんな曲なのかはリリースされるまでまだわからないのでね、それまで BE:FIRST の情報をですね常にチェックして、ギリギリまでサードシングルの曲調をですね予想していきたいと思います。いやー、本当に年明けからですね、 BE:FIRST の勢いが止まらないですね。年明けの代々木でブンブンバックを初披露、そして2月に入りブンブンバックのオーディオ公開、ミュージックビデオ公開、そしてダンスパフォーマンス、ライブ映像、そしてビハインド、ものすごい勢いで BE:FIRST 突っ走ってます。なのでサードシングルが公開されるまでこのままの勢い、あるいはもっと加速した BE:FIRST の活動が見れるんじゃないかなと思って、とてもワクワクしています。ひょっとしたらサードシングルの前にまた未公開曲をですね公開してくれるんじゃないかなって、非常にその辺も楽しみなんですよ僕。なので2月も残すところあと1週間、そして3月、 BE:FIRST の動向をですね常にチェックして全力で応援していきたいと思います。以上 BE:FIRST サードシングル考察でした。
それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。